グリフィス天文台、グリフィス天文台は、ロサンゼルスのグリフィス公園内にある天文台。1935年に建造され、アールデコ町の美しい外観と市内が一望できる素晴らしい展望からカリフォルニア州有数の観光スポットとして長年人気を保ち続けている。天体望遠鏡とプラネタリウムが公開されていたが、4年にわたる 大規模な増改築の後、2006年にリニューアルをオープンし、展示場やシアター、カフェなどが加えられた。また敷地内には映画、理由なき犯行のロケ地として使用され、天文台の知名度を向上させた功績から、同作品で主演を務めたジェームズ・ディーンの銅像が建てられている。天文台のある場所は、メキシコの銀行で財産を作った。 資産家のグリフィス・ジェンキンス・グリフィスが1896年にクリスマスプレゼントとしてロサンゼルス市に寄付したもので広さは3015エーカー。グリフィスがヨーロッパを視察した際に整備された公園に感激し、ロサンゼルスの街の美化のため市民の憩いの場所として自分の名を冠した公園を作ってほしいと送ったのが発端。後にウィルソン山天文台を見学して感激し、 公園に天文台の建造を企画したが、グリフィスが殺人未遂を起こしたため、死が難色を示し、保留になった。グリフィスは遺言で、天文台と劇場の建設の寄付を書き残し、死後10年ほど経った1930年に劇場が建設された。天文台は、1933年のロングビーチ地震の影響で、設計が手直しされ、1935年に、 完成した。G.J. グリフィス天問題を寄付したグリフィスは、英国ウェールズから10代の時にアメリカに移民し、貧しい中から鉱山記者や鉱山アドバイザーを経て、メキシコの銀山で成功した人物。1882年にロサンゼルスに移住し、1887年に米家の娘と結婚した。1896年12月に、 市民へのクリスマスプレゼントとして広大な土地を公園用地として市に寄付し町の名士となったが1903年に休暇先のサンタモニカの高級ホテルで突然妻に発砲し逮捕された妻は片目を失ったが一命を取り留めたグリフィスは公には禁酒家を装っていたが実は飲酒により変質性妄想を患っており 事件の時も錯乱していたとされ、サンクエンティング州立刑務所に2年間収監された。出所後の1912年に名誉挽回のために天文台の寄付を申し出たが、犯罪者の名を冠する施設の建造に対して反対があり、生存中には実現しなかった。没後、クリフィス財団が作られ、遺言に従い、天文台と劇場が建設された。現在は、 グリフィス公園内に銅像が建てられている。ABC 西海岸物語、予想意も、新たに、グリフィス・アブザーバトリ JDN、2006.12、13、ABC コロネル・グリフィス・ J ・グリフィス・ワン・オブ、LA ・エル・エエス・モア・カラフル・フィギュアス・ザイルエタイムズ、ジューン12、2011、ABA ・ヒストリー・オブ、グリフィス・アブザーベトリ・グリフィス・アブザーバトリ公式サイト。ありがとうございます。